こんにちは皆さん。今日はですね、自分がどういう授業を取っているのかというのをご紹介していきたいと思います。教科書にするとこのぐらいの授業を今学期取っています。では紹介していきます。ちなみに僕は政治学科で政治学を中心に勉強するんですけど、政治学は必修が毎回あって、必修とプラス自分が取りたい授業という形です。それでは紹介していきます。何の音だろう。どうぞ。月曜日に取ってる授業が心理と生活という授業で、こちらの心理と生活という授業がすごく面白くて、脳の話が結構多くて、脳の中のその自分の、記憶の話とか睡眠の話とか、そういうのが今1学期目の最初の、1ヶ月で行われました。自分がこれを取った理由がですね、まあ心理学ってどの分野にもすごい共通して学べることが多いと思うんですけど、心理学を勉強してその政治的な駆け引きの時の、動き方だったり、そういうのを勉強していきたいなと思って、で結構ベーシック一番最初の基礎のやつなので、すごいまだ難しくはないとは思うんですけど、これからどんどん難しくなっていくと思うのでこれをまず取りました。そして、火曜日が必修科目ですね。必修科目の政治哲学の概論があって、こちらです。じゃじゃん、政治哲学序論ってやつで、政治哲学概論の教科書ですね。で一番最初の方では自然状態、無政府主義、そしてロックとかホッブスとかルソーとか、そういうところの哲学、政治哲学についての分野をやっています。で教科書も全部中国語です。そしてその次の日にあるのがどれだっけ、あ、ポリティカルサイエンス、そうか、政治学の概論です。でこの教科書は政治学概論は全て英語でやるんですけど、授業は中国語で行われます。なので教科書を読んで準備していくんですけど、内容は全て中国語なので両方覚えないといけない形ですね。はい。そしてその後に大学英語という授業で、リーディングが中心の授業があります。それも結構大変です。準備することが結構多くて、でその次が統計学ですね。これがすごい僕の難題で、現在統計学っていうやつで、これも中身は全て中国語で、これが一番難しいですね。僕が今学期授業受けてる中で3時間の授業で、もう一つ最後に1時間がその抽選で当たった人はもう1時間みたいな授業で、そっちの方ではなんかテストがあるんですけど、その毎回これは結構勉強していかないと何言ってるのか全然わからないです。もちろん全て授業は中国語です。で、最後、金曜日は授業は2つ取ってて、卓球の授業、卓球基礎っていう授業で、まあそれはもちろん体を動かすスポーツなので、まあ結構楽なんですけど、でもう一つの方が、これはもう自分が興味があったので取って、漫画から見る日本っていう、台湾の政治大学では結構有名な授業みたいで、履修する人も150人ぐらいいて結構面白いです。で内容も最近のことも結構入ってて、政治家の話が中心なんですけど、スタップ細胞の小畑さんの話など最近のことも扱われていてですね、ここに絵が買って書いてますね。でこれも全て授業は中国語で行われます。そんな感じで僕は今学期、一番取らなくちゃいけない、最低のやつよりはちょっと多いぐらいを取ってて、もうちょっと増やせたんですけど、最初の学期だったので必修落としたくないというのでちょっと少なめで、取ってる人は20とか、僕は今16取ってて、20とか22とか取ってる友達が多いので、まあ来学期からはそのぐらい取れたらなと思います。で授業はこんな感じで、基本的には中国語で行われます。ただその教科書や、その内容によっては英語で行われるクラスもあって、教科書はこんな感じです。これが1学期に勉強する量です。あ、もう一個だ。これが1学期に勉強する量です。これから頑張っていきたいと思います。今日はちょっと真面目な動画でした。それでは。